終了。まだ空気溜まってないじゃないですか。終了、終わった。いや何ですか今日いきなり呼び出して。呼び出しとらへんってそっちが勝手に来たんや。違うでしょ、なんか至急フェニックソートに行ってホイールを受け取ってこいって言ったじゃん。来るって言ったでさ、なら来るんやったらちょっと寄ってついに拾ってきてって言って。なんでホイールを塗るハペになってるんですか。腐ったタイヤ持ってくるからな。いやこれ僕がヤフオクで買ってきたこのジープのラングラーの純正ホイール、で、まあ、タイヤがついてたんですよね、最初。なんか見るからに怪しいね。で、この間のあの動画の、あの、コハルベースの日常感、結局、265を75R16 の横浜のジオランダ XAT を買ったんですよ。で、それを結局、そう、結局買ったんですよ。ほんで、組んでもらったら、フェニックスオートの店長が、怒って電話してきたっていう。なんだこのタイヤ。元々ついてるタイヤがひどい、ガビ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 で、ビートは切れるわ、外れんわ、プラスチックみたいになってもらった。その関係でもうどうしようもないんで、まあじゃあ傷ついてもいいんで外してくださいということで、これを補修のために塗るわけですね。そう、何色塗る？このピンク。いや、赤い。何色にしようかな。いや、僕は普通に同じなシルバーでいいんじゃない。それつまんないじゃん。だからピンク。いや、だから違う。ピンクやったら楽しいじゃん。いつも僕が安易に塗るのはあの半ツヤの黒ですよね。うん、まあそんでもいいんじゃない。でも今日は僕はあのちょっとほら、これもともとこうなんか光沢のあるシルバーが塗ってあるから、うん、メッキじゃない。ああ、そういうこと。で、これあのほら、コアルちゃんがいつもアンテナにやるあのクローム風塗装っていうのあるんだよ。あれは下がメッキとかステンレスになるとデッキ、あの色は出るんだよ。じゃあどうするんですか。分からん。いや、ピンクは嫌だよ。なんかこう、かっこいいのないですか。クローム風塗装をさ、やろうと思えばできないことないでしょ。まあ、シルバー、明るいシルバー入れてぽいならできる。でも、クロームにはならん。シルバーじゃん。それでいいよ。ぽいよ。あれめんどくさいなって。だってなんでそんな塩対応だと思った。だって3時間ぐらいかかるの。3時間だったら今、まだ午後2時半だから。今日6時。5時半に終わるじゃん。6時にご飯予約してあるの。5時半に終わるやん。ラジコンはいい。ラジコンってあるのどういうこと。あの、LINE で送ってきたあれっすか。いやいやいや。スタジオ終わるまでに色決めといて。決めるってどういうこと。自分で好きな色決めといて。だから好きな色塗ってあげるから。だからクローム風塗装今日さ、塗ってあげる気でいるよね。早く終わらすために もちろん全部やるから、ね、俺にやらせる気ないよね。ないない触らないで。触らないで。本当の速さ見せてあげる。じゃあ、 あの最速でお願いします。タイムアタックやろ、本当に。じゃあやりますか、今から。じゃあ今、2時半、なん、まあ、2時25分です。じゃあ何時に完成するか。やろうか。まあ、色だけ本当に決めて。はい、いや、あ、はい、あの、あれといいっすよ。アンテナの色と同じでいいっす。サンプル持ってきますよ。濃いやつね。はい、あ、黄緑やったっけ。違うって。ピンクと黄緑と白になったやつだったね。あれ、あの星っていう人現れまして、ついに。本当。あのアンテナですね。よかったね。はい、あの、三重県の女性シーバーがお持ち帰りになりました。あの、喜んでました、可愛いとか言って。マジか。変な人もおるな。はい、じゃあ、頑張っ、あの、タイムトライアル、やりましょう、はい。スタートです。はい。手伝いましょうか。
しんどいていつもはやめやめできるのに。え？今日まで休みなんだけど。どういうことどういうこと。なんで木金は仕事だったんじゃないですか。え？休みだった。仕事をやってたけど。小春ベース的にはあの。は今日まで休みなんで仕事は。今日まで明日日曜日ですよ。だから明日まで休み。ああ。明日は丸々休んだろうと思って。いやなんかお客さんいっぱい来てたじゃないですか。あのねやっぱ休みの日にしか来れないって人が多いみたいな。あの山梨について横浜からまた無線機取り付けが来てましたよね。すごい、なんかね、もうみんなね、変態ばっかここ来る間にどんだけ転送屋あるんやって言ってた。そうっすよね。横浜なんか来て帰るだけの交通量で高知に出るような気がするんやけど。いやー、小春さんに会いたいんですよ、皆さん。あ、しまった。え、横浜の人にシールとかあげるの忘れた。いや、僕差し上げました。あ、よかった。小春ですの。あ、それはあげてないです。持ってないです。しまった。ももチャンネルのステッカーを差し上げました。あの、見てたら連絡くれれば送りますよ。小春さん、オーダーとしてはこのアンテナみたいにこういうクローム風塗装をこの前やってもらったこんな感じでお願いしたい。どこだ？あの。こんな感じでお願いしたいんですけど。無理。これで、シルバーに塗装してベースができたと。次は何を塗るんですか。内緒。内緒。何したんですか。それなんかさっきの色になんかツヤが出たような感じになりましたよね。2回目ので。ちょめちょめしてるんだ。ちょめちょめ。秘密なんですか。企業秘密ですか。企業秘？ファンの音がうるさい。できました。完成ですか。できました。完成ですか。50分。45分です。45分です。この音声早いっすね。じゃああれじゃないですか、小春さん1日10組ぐらいお客さん来てもできるじゃないですか。そうだね、適当で受けるね。適当で。まあさっき途中でも言ってたけど、まず本当にこうなんか金属っぽいシルバーの塗装を吹いて、うん、で最初あれですよね、なんか普通の純正のアルミホイールみたいな色になりましたね。そうそうそう、一応あのサガになるてんように、一応まあベースのを吹いて、その後何吹いてたんですか。あれ内緒。あれ企業秘密。あれ内緒で、その後に、ブラックを混ぜたクリアを吹いたってことですか。まあ普通にブラック混ぜてクリア吹いてもでんけど、まあなんかちょっとまあそう特殊なまた特殊なことしてたんですね。でその結果出来上がったのがこれですと。でもいいんじゃないですか。なんかちょっとクロームブラックのようなブロンズのような、ブラウンなんかちょっとブロンズっぽいですね。あ、近いっちゃ近い。近いですよね。いいとこまで行ったね。結構僕みたいな素人から見れば近いですよ。やっぱキラキラ感がどうしてもちょっと濁った感が出るけど、ね、だからそのちょっと濁ってるのがこうブロンズ感を出しちゃってるってことですよね。そうやね。かといってメタ吹いてもこんな色でんし、うん、あでもこれかっこいいと思いますよ。あのチェロキーのグリーンに合うんじゃないですか、このちょっとブラウン感出てる色が、うん、と思うよ。であとピンクで、いややめて、せっかく塗ったのにやめて。いやそこまでが、いやいやいや、やらなくていいから、まあ、中途半端な仕事なんてできない。いやいやいや
仕上げ、何事も仕上げまでやって初めて完成っていうんですよ。いや何おっしゃってるんですか。いやピンクはいらないですから、そこまでやって仕事をやった、こんな中途半端な状態でお客さんにそんな収めれないですよ。いや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 、しっかりやらないと。いやこれいいっすよ、これいいっすよ。ノーカットでやれよ、これ45分ずっと。あ、あのタイムラプスかなんか回しとけばよかったっすね。絶対4年不正したでしょ。いや45分、本当に45分でした。ということで、まあ全塗装頑張ればあれだよね、半日でできるってことだよね。それあの小原さん、その発言いいですか。小原さん、全塗装の仕事やりたくないですよね。あんまりやりたないのに、すでにもう2台いるんだよ。来ますよ、いっぱい来ますよ。さーて、いくら請求しようかな。特急料金。ちょっと待って、今日のってさ、特急料金でしょ。休日割りまして。ちょっと待って、俺が頼んで、で他の人の仕事を飛ばして先にやったから、優先割りまして。ちょっと待って、俺が望んでそうなったんじゃないよね、強度は。いやいやいや、そんな腐ったタイヤ付きのホイール買ってくるんだよ。です、こんにちは、ですということで。ありがとうございました。今日お客さん多いわ。お客さん多い。終わった、終わりました。